体脂肪率 3% の腹筋を作った自宅でできるトレーニング。まずはクランチ20回 ×3 セット、インターバルは10秒ほど。へそを覗き込み強く腹直筋を収縮させる。変形オブリーククランチ20回行う。上体を丸め、対角線上の膝と肘を近づける。脇腹を引き締める。もちろん反対側も同じように行う。そして変形サイドクランチ、こちらも20回。同じ側の肘と膝を近づけ脇腹を縮める。もちろん反対側も同じように20回行う。ヒールタッチ50回行う。背中を浮かせかかとを左右交互にタッチする。これも脇腹に効いてくる。下腹を鍛えるレッグレーズ20回。足を上げ下腹で耐えながら下ろしていく。上げた際にお尻を少し上げるとより効く。さらに下腹部フリッターキック30回バタバタ。上体を丸め下腹部に力を入れ足をバタバタするだけ。まだまだ下腹、レッグレーズシャッフル30回クロス。下腹に力を入れ足を上下入れ替えるだけ。かなりきつい。下腹ラスト、レッグレーズローリング20回円を描く。上体を丸め下腹の力で円を描くように動作する。もちろん反対側も20回円を描いていく。ラストはバタフライシュートアップ。なんと驚異の3分間。足の裏を合わせてつま先にタッチするだけですが、相当きついので自分の体力に合わせて時間を決めてください。あとは食事のコントロールも非常に重要です。試してみてください。以上です。